皆さん、どうもこんにちは。今回は、オックスフォード大学の研究結果などをもとに、体の不調がみるみる消える納豆の食べ方3選について動画で解説していきます。では行きましょう。丸タスクですが、納豆を知らないとこ見たら、腰を抜かすくらい、ネバネバ腐ってるように見えて、かなりきつい匂いまでする。なのにもかかわらず、多くの日本人に愛される理由の一つに、成長作用、免疫力アップ、血液サラサラ、骨折予防といった、高すぎる健康効果がございます。じゃあ、この健康効果、どれくらいすごいのか、国立がん研究センターが、日本人男女92,915名を、約8年間もストーカーして調べた結果、納豆といった発酵大豆食品をよく食べている人は、全く食べない人に比べて、排便する確率が最大約 20% も低くなっていましたと、発表していて、納豆の健康効果がすごい。そして今回の動画では、この納豆に相乗効果のある食べ物をプラスして、もはや1日1品で健康になりたいという横着な願望を叶える食べ方3選について、早速解説させていただくと、一つ目が納豆プラス卵でございます。この組み合わせがいい理由、一つ目が高タンパク、そしてタンパク質の割合が理想的なことでございまして、納豆1パックあたり植物性のタンパク質が約 7g、そして、卵1個につき、動物性のタンパク質が約 7g 含まれておりますので、納豆1パックに卵1個突っ込んで食べると、高タンパクで、さらにはタンパク質の理想的なバランス、動物性と植物性1対1のバランスで、体の材料、タンパク質が補給できちゃうわけでございます。そして、おすすめな理由2つ目が、血管と血液が同時に良くなることでございます。納豆に含まれる納豆キナーゼの作用で、血栓が溶けて血液がサラサラになったり、高血圧の予防効果があったり、コレステロールの改善効果もある、なんてことは結構有名かと思いますが、一方卵には血管を頑丈にして、血管が破裂する確率を下げる効果があるみたいだと、オックスフォード大学が発表しているわけなんです。研究内容が30歳から79歳の男女約50万人を対象に、全員の卵の消費量と、血管トラブルとの関係を調べた結果、1日1個近い週あたり 5.32 個の卵を食べる人は、ほとんど卵を食べない人に比べて、血管が破裂する確率がゴリゴリに減って、心疾患による死亡リスクが 18% 減少、さらには脳卒中の死亡リスクは 28% も低かったですよと発表しているわけなんです。要するに、卵と納豆を組み合わせると、卵で血管と呼ばれるホースを頑丈にして、納豆で、ホースを通る水、ならぬ血液はサラサラになるという、血管と血液がダブルで改善する、とんでもない状態が完成するわけでございます。ちなみに、納豆と卵を組み合わせると、納豆に含まれている、ピオチンの吸収率下がるじゃんと、そんな意見もございますが、ピオチンは、様々な食品に含まれていたり、腸内細菌によって、体内でも合成できるため、そもそも不足を心配するような栄養素でもないかと思いますが、なんか気になる方は、卵を温泉卵や半熟卵にしていただくと、ピオチンへの影響が抑えられたり、タンパク質の吸収率も跳ね上がりますので、おすすめなんでございます。そして、納豆のおすすめの食べ方二つ目が、納豆プラスシラスでございます。シラスは、イカナゴ、ウナギ、マイワシ、アユ、ニシンといった稚魚の総称でございますが、シラスは先ほど解説した動物性タンパク質が取れるだけではなく、魚を丸ごと食べれるので、カルシウムがやたらと豊富。最近では日本人の10人に1人が骨粗鬆症と呼ばれていて、例えば50代女性の9人に1人、70代女性になると約2人に1人が骨粗鬆症と言われておりますので、骨の材料、カルシウムを取るのはめちゃめちゃ大事でございます。特に50代、60代以降になってくると、ついつい転びがち、そして転んだ際の衝撃に弱くなりがち、そうすると骨折しやすいし、若い時に比べてその治りも遅いため、治るまでに筋肉がみるみる減って寝たきり状態が完成しがち。なのでシラスに含まれるカルシウムプラスカルシウムの吸収率を大幅に上げるビタミン K、 そんなビタミン K を豊富に含む納豆の組み合わせはかなりおすすめなんでございます。要するに、納豆にシラスを組み合わせると、植物性タンパク質と動物性タンパク質の組み合わせで筋肉の合成を促して、シラスのカルシウムと納豆に含まれる
ビタミン K の組み合わせでカルシウムをみるみる吸収して骨と筋肉が同時に強くなるという、これまたとんでもない状態が完成するわけでございます。ちなみにシラスをカッペカペに乾燥させるとチリメンジャコになりますので、シラスのブニブニした感触が苦手、そんな人はこれにチリメンジャコにしましょうと、さあいうわけでございます。そして納豆のおすすめの食べ方3つ目が、納豆プラスキムチでございます。この組み合わせがおすすめの理由は、腸内環境が改善して体の免疫力が高まるからで、私たちが食事をすると食べ物と一緒に口からウイルスや病原菌もしっかり入ってくるわけでございまして、こいつを全部吸収していたら体はとんでもないことになる。なので栄養を吸収する場所、腸、ここに免疫細胞の約7割が集中していて、こんな理由から腸は最大の免疫機関と呼ばれているわけでございます。なのでそんな免疫力を高めるためにも腸内環境が大事。ここで活躍するのが納豆プラスキムチの組み合わせで、納豆に含まれる納豆菌は約30分に1回分裂を繰り返し、16時間放っておくと、たった1個だった納豆菌が16時間後には約40億個にまで増えると言われていて、そんな増えまくる納豆菌とキムチに含まれる乳酸菌はこれまた相性バッチリなんでございます。納豆菌は乳酸菌の餌になるオリゴ糖を作ってくれたり、乳酸菌が苦手な過酸化水素を分解して水と酸素に変えてくれたりと、もはや納豆菌が優秀すぎる気もいたしますが、こんな感じで納豆菌は腸の前半部、乳酸菌は腸の後半部で活躍する、そんな考え方もございますので、この2つの組み合わせは非常におすすめ。例えばですが、筋肉量を増やしたかったら全身の筋肉の 70% を占める下半身を鍛えるためにスクワットをするのが効果的。これと同じように免疫力を高めたかったら、免疫細胞の 70% が集中している腸内環境を整えるのが一番の近道。そのためには納豆キムチが最強で、腸内環境回路スクワット、それが納豆キムチなんでございます。あと食べ方についての豆知識ですが、日本納豆キナーゼ協会の公式情報によると、納豆に含まれる納豆キナーゼには血栓をゴリゴリに溶かす作用があって、この効果は食べてから10時間から12時間続く。そして血栓は深夜から早朝が発生しやすい時間帯なので、血栓が気になる人は晩ご飯に納豆を食べるのが効果的だと発表されているわけなんです。ちなみに納豆に卵とシラスとキムチを全部突っ込むと、血管、血液、筋肉、骨、排出する確率、腸内環境、免疫力、すべてカバーの全方位型健康食品、栄養素、大渋滞納豆が避けれるかもしれませんので、1日1回はそんな納豆を食べて、体の不調をボコボコにしばいて、病気知らずな人生にしていきましょうと、さあいうわけでございます。ちなみに、そんな論文大好き、データ野郎な私なくせが、その効果すごすぎて、もう何年間も実践している、2倍速でめっちゃ簡単にその方を解説した動画が、博士の本棚公式 LINE 限定で無料配信されておりますので、これは急いで見た方がいいと、さあいうわけでございます。それでは最後までご視聴ありがとうございました。